大内ジャンクションは、秋田県由利本城市にある、日本海東北自動車道と、国道百五号、岩谷道路を接続する平面、Y 型のジャンクションである。大内ジャンクション2カホ方面、岩木方面大内インターチェンジ、国道百五号方面、岩谷道路は八百メートルだけの短距離路線であり、岩谷道路終点の大内インターチェンジは、東 JGT 方向に流出入するだけの、 インターチェンジになっており、大内ジャンクションと大内インターチェンジは一体化したインターチェンジの構造になっている。流入路と流出路が平面交差する構造のため2016年に逆走による死亡事故が発生しており、路面の色分け塗装や標識の追加設置などの対策が行われた。秋田逆走、平面交差を左折か、大内ジャンクション事故対策会議。 朝日新聞社、2021年3月29日閲覧。秋田大内ジャンクションの逆走防止策を検証関係者ら現地視察。朝日新聞社、2021年3月29日閲覧。接続する国道105号は、秋田県道9号秋田優は本庄線、秋田県道10号本庄西線北角の立線が重複する。 大内インターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。